皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。はい、 TSC オカルトラジオ友です。木村です。本日は、はい、昨日に引き続き、心霊散歩散歩先生に来てもらって、なんと豊橋の未解決事件のね、はい、話をしてもらおうかなと思っております。じゃあ早速呼び込みますね。はい、どうぞ。はい、豊橋心霊散歩でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいやいや、昨日のね、豊橋廃墟団地、はい、話もすごい、まあ、新情報というか違う場所かもしれないですけど、豊橋のそんなところがあるんだっていう、はい、まあ、かなりマニアックな情報をちょっと話しちゃいましたけれども、なんと今回も豊橋の未解決事件、はいはい、1個はね、豊橋事件っていう有名な事件はありますね。ウィキペディアとかにも載ってるような、なんか火事になったりするよね。そうそうそう、放火のやつあるんですけど、こっちの事件は僕初めて知ったんですよね、実は。なんかまだ私が、生きてる時の起こった事件なんですよ。今も生きてるんですけど。なんていうんですか、私が幼い頃に起きた事件なんですよね。はい、ああ、そういうことですか。そう。だから私が本当、何年の事件でしたっけ？1982年です。82年。私が76年なんで、はい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 。6歳、はい。僕生まれる前ですね。そうですよね。うん、でだから、母親に聞いてみたんですよ、うんうんうん、そういう事件ってあったの覚えてるって言ったら、あったねって言って、へー、うん、あー、へー、そうそう、あ、じゃあお母さんたち世代だったらもう全然知ってる、知ってるっていう、まあ、特にね、子供が行方不明になってっていう話で、うんね、それぐらいの世代の人だったらなんか覚えてるの、子育て世代みたいな。ああ、まあ、だってね、男児行方不明事件なんで、そう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 、お母さんにとってはもう相当な衝撃な事件だったと思いますし、ね、最初にちょろっと出した放火の方の豊橋事件の方はかなり昔ですもんね、はい、あれは。あれは1970年代だったと思いますね。もうちょっと昔の事件だったはずです。なので多分知らない人も多いかもしれないですけど、まあ、こっちの方は本当、僕は本当に初耳だったので、詳しく聞いていこうかなと思うんですけど、ですね、はい、お願いします。はい、わかりました。じゃあ、豊橋市男児行方不明の、まあ、未解決事件、はい、というところで、ちょっとどんな事件だったのかもね、まず紹介させていただきます、うん、この事件って私ももちろん最初知らなかったんですね。はい、で、この事件を知るきっかけとなったのが2チャンネルのオカルト板だったんですけれども、うん、こちらの方に時々こんな書き込みがあったんですね。ずいぶん昔、幼稚園児が行方不明になった事件があったのだが、その子の家の近くのため池の水を警察が抜いたことがあったと。で、その理由っていうのが、ある日近所の人がその池の横を車で通ったら急に煙突として、しばらくしてエンジンはかかったんですけれども、家に戻った時にその人の奥さんから、あなた、さっきの子はどこの子と尋ねられて、はさっきの子って誰だよと答えたら、車から一緒に降りてきた子よ、幼稚園ぐらいのと奥さんが返したんですね、うん、で旦那さんは、まあ、もちろん一人で帰ってきたんですけれども、とある事件のことが頭をよぎって、まさかと思いながら警察に相談したそうです。で、結局その池の水を抜いて遺体を探したんですけれども、発見されませんでしたっていうのが16、7年前くらいにあったっていうのが、まあ、2000年頃に書き込まれてたんですね。うんうん、で、この事件本当にあったのかどうか、その時私の方は分からなくて、すごく気になっていたんですけれども、うん、図書館で新聞記事を片っ端から探していた時に見つけることができました、うん、事件の詳細はこういうものです。1982年の11月29日14時過ぎに、豊橋市の二川幼稚園に通う男の子、岩木雄二ちゃんという男の子がいたんですけれども、当時4歳で幼稚園から家に帰る途中でした。で、家に帰るのに友達の A 君と一緒で、その2人の子供に A 君のお母さんが同伴して家まで送り届けるっていう形だったんですね。2人は家が割と近所で、 A 君のお母さんがそれなら一緒に送り届けるよっていうことだったんだと思います、うん、で、
歩いて通ってるんで、まあ、割と近くなんですけれども、自宅まであと400メートルほどのところまで来た時に、うん、歩いていたところが道路があって両側に歩道があるタイプの道だったんですけれども、うん、反対側の歩道に同じ幼稚園の子どもたちがいて、こっち側にバイバイと手を振っていたのが見えたんだそうです、うん、でそれに対して友達の A 君が手を振り返したところ、ユージちゃんの方がそれは僕の友達だよと怒って、A ちゃんを後ろから押して、それがきっかけで、まあ、2人が喧嘩をし始めちゃったんですね、うんうん、A 君の母親が同じクラスじゃないのどうして仲良くできないのってたしなめたところ、まあ友達の A 君は自宅へ向かって駆け出してしまって、でユージちゃんの方はその場にしゃがみ込んでしまったそうです、うんうん、お母さんは駆け出してしまった A 君の方を見ると、もう信号が青から赤に変わりそうだったので、うん、まあ、慌ててその A 君の方を追いかけましたと。で結局その A 君が自宅まで行ってしまったんで、お母さんも自宅まで行って A 君は家に入れたんですけれども、ユージちゃんのことが心配になって、うん、その A 君の兄である小学校1年生のお兄さんに別れたところまでちょっと見に行ってくれないかっていうふうにお願いしたんだそうです。でそのお兄さんが現場まで行くと、もうユージちゃんの姿はなくって、 A 君のお母さんがそれを聞いてまあ焦り始めて、すぐに現場まで行ったんですけど、やっぱり姿はなく、ユージちゃんの自宅にも行ったんですけれども帰っていないと。で結局その道路にしゃがみ込んでいた姿っていうのがユージちゃんが目撃された最後の姿になってしまって、それ以来もう全く見つかっていないというのがこの事件ですね。この行方不明になった場所っていうのが割と大きい通りだったんで、車通りも多いし、同じようにその幼稚園に送り迎えにするためにそのお母さんたちがまあ近くの団地から結構歩いてたんですね、うん、でその A 君のお母さんがその A 君を追いかけてた時もその別のお母さんとすれ違ったんですよ、すぐ、うんうん、すれ違ったってことはその別のお母さんはその現場にすぐに向かっていたってことになるんですけれども、うんうん、もうその時にはユージちゃんがもうその場にいなかったっていうんですね、うん、もう時間にしてもう本当2分とかそのくらいの間にいなくなっちゃったというところです、うんうんうん、ちょっとまずここまでですね、うんうん、そのユージちゃんがいなくなるまでの経緯というか、これ、ね、具体的な場所も話せるんですけれども、うん、まあ、二川幼稚園さっき言ったと思うんですけれども、うん、それの近くの二川バイパスっていう、はい、ちょっと山側にある非常に車通りの多い道になります。そこが、まあ、目撃者が全然いないっていうのがもうほぼありえないくらいの、まあ、っていうことっすよね。車がかなり通る道なんですね、うん、結局その晩雨が降ったこともあって、うん、まあ、翌日からもこうずっと探すんですけど見つからないっていう事件なんですね。うん、うんうん、なんかその A 君のお母さんの心苦しさというか、ね、それはねちょっとね想像するとね、ね、たまらないですよね。たまらないですよね、うん、まあ、善意というかね、いいわよ私見とってあげるわよって、いなくなっちゃったから、うん、もう申し訳が立たんというかね、うんうん、それは本当にこんなこと言いたくないですけど当時責められたでしょうねっていう、疑われたでしょうね、し、なんか、まあ、今で言う炎上みたいな感じで、もう当時 SNS があったらもう相当責められてただろうなっていう感じもしますしね、うん、きついな、ね、たださっきも言った通りやっぱ人通りがすごく大きい場所ですし、うん、そのいなくなった、まあ信号が多分近くにあった交差点の近くなんですけれども、うん、はい、すぐ目の前に酒屋さんもありますし、近くに民家もあるので、誰か一人くらい見てるだろうっていうところはねやっぱりありますね。しかもすれ違った別のお母さんはもうすでにいなかったっていう、そうです。だって自宅まで 400m ですもんね。 400m ってどうすか、まあ、本当に2分とかぐらいで走ってったならもうすぐですし、うん、歩くと5分くらいかかるんじゃないかな、うん、400m だと、うん、まあ、じゃあ走って2分っていう感じですか、うんうんうん、
で戻ってくるまでというか、一回そのお兄さんを、うん、お兄ちゃんを生かしてんすもんね。それのそうなので、実際には別れてから確か15分くらい経ってる、ぐらい経ってそうですね。なるほど。場所に戻るまでは、そうか。その対岸に、対岸というか、道路の向こう側の歩道にいた、幼稚園の、帰宅のなんか集団下校かなんか分かんないですけど、はいはい、たくさんいた園児、なんか割とたくさんいたのであれば、ちょっと列長そうじゃないですか。なんかその人たちの、その子たちの目撃情報みたいな、ね、これは新聞記事を読む限りは、はい、やっぱ喧嘩してる2人を目撃してる、だから A 君と一緒にいたところ、喧嘩してるところを目撃した人はすごくたくさんいるんです、もちろんその他 の, 向こう側にいた幼稚園児たちもみんな見てますし、やっぱ証言もしてくれてるんですけれども、一人になってからっていうのを誰も見てない、まあうずくまってから、そうですそうです、なるほど。あの辺って歩道と車道を遮るガードレールみたいなものって、はい、あるんですか。なんか今あるような気がするんですけど、今もないですし当時もないです、ね、あ、ないんだ、じゃあなんかうずくまってるのを隠れるっていうか死角になるものはない、それはないんですよね、あれ、なんて言うんでしたっけ、ちょっと高くなってる、段が高くなってる、縁石みたいな、縁石みたいな、それは縁石あったかな、確かなかったと思うんですけども、線が引っ張ってあるだけみたいな、ちょっと車道に対して歩道が高くなってる、後ろ、はい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 、そういう状態ですね、はい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 、その道路の反対側というか、なんていうんですかね、道路の方を向いた場合、背中側はどうなってるの、林みたいになってるイメージなんですけど、家がたくさんあるっていうわけじゃないですか。大きな家がありました、はい、結構なんか敷地が大きい家で、結構草がぼうぼう生えてるみたいなところで、おじいさんが一人住んでるっていう状態、その消えたっていうか、うずくまった場所はそこ、そうですそうです。じゃあその家に中に入ってみたいな感じでもないですよね、多分相当そこのお家も疑われたと思いますよ、結構そのなんか現場 の, その亡くなった場所 の,、そのしゃがみ込んだと思われる場所を、の土を掘ったところになんか髪の毛が何本か10本ぐらい出てきたっていうのが新聞記事に書いてあって、事件と関係あるかどうかは分からないんですけれども、その子の髪かどうかは分からない、ただもうなんか、とにかく手がかり何かないかっていう探した結果だと思うんですけれども、ちょっと不気味な感じはしますよね、なかなか土から髪の毛が出てくるって ね、でもその DNA 鑑定みたいなのも、されてはいないんじゃないのかな、どうなのかっていうとこですよね、しかも82年と今の DNA 鑑定、多分精度がもっとバシバシに上がってると思うから、全然違いますからね、そうです、こういうきっかけで行方不明になってしまったんですけれども、ここから、話が、冒頭に話したその幽霊騒ぎになるところまでちょっと紹介しますね。先ほど話した通り、しゃがみ込んでから、ゆうじちゃんはもうそれを最後の姿として、行方不明になってしまいましたと、でその日のうちですね、16時半、下校というか幼稚園から帰ったのが、14時なので、その2時間半後に、家族から捜索願いがもう出されました、なのでもうその時点でおそらく家族や近所の人、近くの派出所の警官さんとかで一生懸命探したと思われます。
ただ結局見つかることができずに、その日の晩雨が降ります、うんうん、でまあ結局この雨のせいで警察犬での捜査がちょっと難しくなってしまったっていうのがあります、うん、その次の日から、本格的な捜索が始まって、まあ警察署だけじゃなくって、消防署ですとか、地元の有志の方がたくさん集まって、捜索を始めます、うん、で一応捜索した結果、まあ、有力な情報としては落ちていた場所にユージちゃんのつけていたキーホルダーが落ちていました。しゃがみ込んだ、うん、そうしゃがみ込んだ場所にキーホルダーが落ちていたので、うんうん、何かしらなんか揉み合いじゃないですけれども、うんうん、外れるようななんかこうことが起きたと考えられます、うんうん、あとは、まあ、先ほど言った髪の毛が見つかるっていうのと、うん、これちょっと先の話になるんですけれども1週間後のに出てきた情報なんですけれども、うん、そのいなくなった次の日、11月30日の早朝朝の7時20分に、国道1号線の、地下通路、はいはいはい、国道1号線は下くぐる地下通路あるじゃないですか、はいはい、あれの、二川中学に向かう道のところ、うんうんうんで幼稚園児の男児が目撃されたっていう情報があります。ただその日っていうのは二川幼稚園休みですし、普段はバスでとバスが出ているはずなので、こんなところに幼稚園児がいるのはおかしいと思って気にはなっていたんですけれども、結局その情報一件だけで歩いていたならもうちょっと目撃証言があるはずなんですけれども他にないですし、うん、ちょっとこれはあんまり信憑性を高いという判断がされなかったみたいです、ね、翌その事件の失踪の翌朝にそういうのを見たっていう証言が1週間後に出たってことですね。だいぶ時間が経ってから出た、うん、あなるほどなるほど、うん、そうその失踪うずくまった場所からちょっと離れてますよね。だいぶ離れてます ね、 そうですよね。 1.1キロ1キロちょっとかな。うん、はい、今もある国道1号線の交差点の地下道ってことですよね。そうです。どこら辺っていうのかな、うん、ガソリンスタンドがあって、はいはい、キャノンボールじゃないや、なんかボーリング場を越えてぐらいの、ね、もっとねだいぶ静岡寄りです。あ二川中学校のある通りなので、はい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 、ちょっと朝早くから幼稚園児が歩いてるのは絶対おかしいような場所ですね、うん、はい、そうです。でそういった目撃情報があったんですけれども、うん、結局、何も確定的な情報が全く出てこないし見つからない、うん、結構前の晩に雨が降ったのでその池や川に落ちたとかっていうのも想定されて、うんうんうん、最終的にはヘリまで出動されて、うん、梅田川をその海の方まで確認したりだとか、まあ、近くの池だけじゃなくて山に入った可能性も考えて、うん、まあ、山狩りですね、もううん、何千人とも山に入って捜索とかもしたんですけれども、うん、ローラー作戦ですね。そうです、ローラー作戦です。やっぱり見つからないと、うん、うんうん、もう全然見つからないので、その自宅近くに何かこうなんか捜索本部みたいなのが、うん、その付近の住民たちでできてたんですけど、はいはいはい、捜索本部が、1週間後にもうちょっとっていう風になり始めて、うん、さらに1週間経っても見つからなくって、まあ、その頃から、まあ、神隠し事件みたいな風に呼ばれ始めました、うんうん、その頃からですね幽霊の噂が立ち始めたんです、うんうん、二川の もうちょっと結構離れてるんですけれども、日内坂っていう場所の近くにですね、はいはい、三池っていう池があるんですね、はい、でそこの三池っていう場所で幽霊の噂が立ち始めるんですよ、うん、それっていうのが先ほど2チャンネルの書き込みにあった通り、はい、三池家に子供の幽霊が出た、うん、池の近くを通ると車が突然エンストする、池の近くを通るとお母さん寒いよという声が聞こえてくる、こういう噂がものすごい広まっていくんですね。うん、でしまいにはそのもう三池のところに
菊の花束とかを置かれるようになっちゃって、これは捜索してる人たちにとっても、うん、その二川のその町の人にとってもちょっともうこれは白黒はっきりさせないとちょっとこのままの状態は良くないっていうことで、うんうん、あの水抜きをしてそこまで全部さらって、うん、遺体がないかを確認するっていう話になりました。結局池の水を抜いても見つかったっていう情報がないので、うん、そこからも手がかりが新たな手がかりっていうところは見つからず、うん、今日に至ってるんですね。この事件っていうのは僕もあのいろんな人にちょっと聞いてみたんですけれども、はいはい、もちろんあの年配の方だったりとかするとあの覚えてます、あの行方不明になっちゃった人がこの二川のあたりにいたよねっていう事件を覚えてる人もいるんですけれども、うん、若い人でも若い人はあの三井家に幽霊が出るっていう話だけを知ってるっていう人もちょこちょこいるんですよね。行方不明事件の詳細は知らなくても、うん、幽霊が出るっていう噂が昔あったっていうのは覚えてるというか誰かに聞いたんですかね。そういうのを覚えてる人がいて、なんかこう心霊の事件として扱っていいものかどうかっていうのはすごく微妙なところなんですけど、まあちゃんとした行方不明事件で未解決なんですよっていうことも広めるためにあの前ちゃんとブログで書いたんですね、これを。でも本当不思議な事件、まあ未解決の失踪事件って結構こういうパターンっていうか、本当ちょっと目を離した隙にとかわずか何分でみたいな、そうですそうです、ね、多いですけど、うん、なんですかね、同じ市内でまさか起こってるとはそんな事件がっていう感じなんで、しかもまあその翌朝の1週間後に出た翌朝その地下道で見たっていうのももしかしたらそういう幽霊騒動、うん、あ、そうですそうです、ね、かもしれないの可能性があるですよ、ね、なるほどね、でもなんかその少なからずそういう噂が立つってことは、まあ、見た人がいるっていう可能性はあるんですよ。ですよね。そのだって車に乗せてきたの誰とかもそうですし、なんか噂というか、見つかんないってことはあの池に落ちたんじゃないかみたいな、なんかそういう噂が先行して、でそういうみんなそういう心理状況になってる、この池にいるんじゃないかみたいな心理状況になってて、ちょっとプラシーボ的なみたいな、そう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 、でちょっと霊感があるかないかちょっと分かんないですけど、あそこで幽霊が出るんだってみたいなのを、まあちょっと面白半分って言ったら変だけど、あそこそういう噂がなんか広まってったみたいな、その噂として広まってって、なんかそれがいつの間にかあそこでみたいな、本当にあったこととし て、そう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 、まあ、若干ちょっと町全体集団ヒステリーに落ちやすい状況はありますもんね。そうそう、衝撃的な事件だし、うん、まだ見つかってないっていうことでね、そういう感じするね。まあ、ありえんくはないかなとは、だってその1件や2件のそういう情報でその幽霊を見たみたいな情報で池の水をさらうほどまで、あ、まあ、動かんかなとは思いますね、確かに。で考えると、その周辺のもうなんか心理状況というか、そのみんなの心持ちがさ、もう絶対あそこだよみたいな風になってたんじゃないのかなって、それもそういう空気感に押されて、もう水を抜かざるを得ないみたいな。だってまあ行政の仕事となってで、結構な資金かかるじゃないですか。人もかかるし、お金もかかるしさ、三井家って3つありますから ね、あ、そういうことで三井家なんだ。そうです、それやばいっすよね、全部抜いたってことですもんね。全部抜いたそうですよ。だからその子供の間でも、小学校とかの子供の間でもなんかそういう話が、そうなんです、それもあったんですよ、あの小学校でも、亡くなった、いなくなっちゃった子の幽霊を見たとかっていう話がやっぱ当時出たみたいなんです、そうですよね、そう、ありそう、ありそうだよね。それもやっぱり問題、問題というか、まあ、かなりセンシティブですよね。まあそのなんか2週間後
その、うん、まあ見つからんってなってそろそろ解散しようか本部をっていうところでもう、うん、だってねあの、うん、神隠しっていう話も出てますし、そうか、そう、それはありそうだな、ま、うん、あそう、なんかこれあの X というか、まあ、うんうん、ツイッターであの聞いたんですけれども、うん、あのまあ亡くなっちゃった、あ、亡くなっちゃったというか、あの池の話、池に幽霊が出るっていう話なんですけれども、うん、あのね、まあ、当時あの占い師の人が、はい、あのその池にいるよっていう風に占ったみたいなんですよ、うん、でそれがきっかけなんじゃないかっていうのを、あの母親から聞きましたっていうのを教えてもらいました。なるほど、そう、ありえそう、なんかそういう噂の広まり方ありえそう、そうだね、うんうん、なるほど、そうなんですね。でもまあ池からは出てきてないんですもんね。出てきてないですね、うんうん、これそう、これここまで見つからないとなると、うん、私からすると逆に生きてる可能性の方が高いと思うんですよね。ちょっと思い出した、うん、でしかもなんか誰かがさらったっていうより自分から消えたんじゃないかなっていう、消えたっていうか自分からどっか行っちゃったじゃないかなとも思ったす、うん、僕は、うん、でもそんなさ4歳とかの子がいなくなった場合、うん、絶対誰かが手助けしないと、まあ、だから多分手助けしてる人がいて、 そこの場から消えたのは多分自分からの意思で、そうそう、僕も同じ意見なんですよ、うん、なんかまあどっかの家、本当に周辺のどっかの家に入って、うん、そこの人がかくまってるみたいなイメージしちゃったっすけど、あまりにも騒ぎになっちゃったから名乗り出せなくなっちゃったみたいな、まあそのたまたま入った家なのか狙って入った家なのか分かんないですけど、うん、にはなんかのその子供欲しいじゃないですけど、うん、なんかそういう事情があったりとか、うん、分かんないです、うん、もう本当に起こってる事件なんであんま変に推測はちょっとできないですけど、うんうん、何らかで子供をかくまう事情があったというか、うんうん、もあったんじゃないかなっていう感じはしましたけどね、うん、ただもう自分たちだったら引っ越しそうな、だってもうそこその子を連れてってこと、うん、近くの家だったらですよ、はいはいはい、だってそこに住み続けるわけでいつか絶対バレるじゃないですか、そんな子供って姿とね、うん、出るわけですし、うん、もうなんか他県ぐらいに行ってそうな気がするんですけどね、うん、はあ、うん、でも本当にその2分とか、うん、目撃情報から2分ぐらいだよね、次に見に行ったらいなかったっていうのがさ、それがたまたまそこにその子がその家に行き当たるっていうこと、まあ、偶然、まあ、私はもしかしたらもうあの、まあ、少しその場から移動して、うん、誰かに誘拐されたっていうパターンがあるんですけど、少し移動して誘拐っていう、うんうんうん、一応、うん、あの完全に推測ですけれども、はい、いなくなった現場はもちろんあの見通しがよくって車通りも多いんですけれども、うん、あそこはすごく近くに雑木林があるんですよ。ありますよね、雑木林。双川小学校っていうのがすぐに近く、うんうんうん、すぐ近くにあって、うん、その裏にこの雑木林が広がってると、うん、でそこに入っちゃうと、うん、もう基本気づかれない、うんうんうん、だからあのまあ想像ですけれども、ゆうじちゃんがその A 君と喧嘩をして、でA 君のお母さんが怒ったので、うん、まあ、家に帰ったら自分のお母さんにもまた怒られると思って、うん、まあ、帰りたくないと、はい、でちょっとその茂みの方に行ったんですけれども、うん、まあ、例えば夜になって雨が降ってきたもんで、うん、やっぱり家に帰ろうと思っている途中で、うんうん、あのなんかさらわれてしまったとか。なるほど。
ちょっと身を隠した、うん、自らちょっと身を隠して、うんうんうん、あで時間が経ってから、うん、なるほど誘拐ね、でもそれでその4歳の子をかくまったとしてそっから先の、うん、生活というかやっていけるのかなその子自身戸籍がないってことでしょそれって、うん、まあ保険証もないしまあでもおからじでね、うん、保険証とかそういうのどうするんですかみたいな、うん、失踪した側の人からあったあのコメントくださいって言ったら2件ぐらいあったんですよあった自分失踪したことあるっつって、はい、元行方不明者ですみたいなさ、はいやっぱね保険証とかなかったって言ってましたもんね言ってたねうん、なんとかなるんですねまあまあ実費だったらね 100% ですけど、はいうんうん、いけますしねうん、うん、そうか生きてる可能性ってことか、うん、今はもう45とか多分それぐらいってことか木村さんと同い年当時 2つ2つ下だもんねあそうかそうかそうか、うん、当時4歳ですよね、うん45ぐらいだと思うんですよ、うんうんうん、生きてたとしたら、うんうんうん、そうですねそうですねもうこれもし仮に生きてたとしたらこれぐらい時間経ったら、うん、ちょっと実はみたいな自分はみたいな例えば親に対して、なんか会いに行くじゃないですけどいやもう記憶ないっすよね多分ないでしょうねそうかおぼろげながらあるかもしれないですけれどもそうか4歳っすもんね、うんうん、そうだね4年しか付き合ってない人より、うんうんうん、まあ40何年一緒におる人をかくまってくれるか分からないですけど、うんうん、の方が多分もう親っぽい感じしちゃってるかもしれないっすよね正直そうだねうん、うん自分の名前は分かるよね。それらの年だから。まあ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 そうですね、うんうんうん。まあでもそれをずっと覚えてるか、なんかその新しい名前をみたいなさ、うん、しちゃったらもう覚えてないかもしれないね。うん、養子にしたっつってね、うんうん。みたいなね。うん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 。うんはあ。確かにそれだけ探してもいないっていうのは不思議だよね。そうだいたいねあの目撃情報って出るものなんですよ、うんあのうん、これあのいろいろ事件調べていった時にその付近ですごく似たような事件があったんですね、うん、あのこれはもうちょっと時代が古くて1962年なので、うん、さらに20年ほど前なんですけれども、うんうんうんあの二川小学校の、女子2年生の、女子児童が行方不明になるっていう事件があって、うん、そっちの方の事件も、小学校から帰宅する途中に亡くなります、うん友達2人と一緒に帰ってたんですけれども、うん、その女の子が「あ忘れ物があるから取りに帰る」って言って1人学校に戻ったって言ったそうなんですよ、うんうん、でそっからいなくなっちゃって、うんはいあのすごく、これも大捜索が始まりました、はい、ただこちらの方はところどころで目撃情報が出たんですよあのなんだ少しあの東の方の駅の近くで見ただとか、はい、通りなんだ登下校中の他の学校の生徒が 見ただとかそういった情報がすごく出たんですね、うん、ただそれでも結局、見つかったのが4日後とかですね。あ、見つかったんですね。そっちは見つかったんです。うん、あの、そうあのね、どこかというとね、その二川の、うんまあ、ほとんど同じ現場でいなくなっ、うん、だいぶ近い現場でいなくなったんですけど、そっちの子は新所原、はい、おお、はい、結構まあまあ離れてるっすよね。新所原の林の中で一人でいるのが発見されたんです。うんもう何やってたの？あのこれがね、うん、理由があって、うん、その女の子は
そのいなくなる、前日だったか前々日だかに、うん、その新所原の方だったかな、そっちに遠足に行ったみたいなんですね、うん、そこで水筒の蓋を忘れてきちゃった、うんうんうん、で忘れたまま帰ってきちゃったので、うんうん、怒られると思ったんですね、はい、そう、あ、その忘れ物取り行ったんですか。そう、なんか前に2回ほど蓋をなくしてたみたいで何度か怒られた経験があるので、今度こそ見つけてこないとまた怒られるって思って探しに行ったみたいなんですよ。そう、だから子供って割とそういう今日なんか怒られることの脅迫観念で、まあ、うん、分からんでもないっすよ。行動しちゃったっていうのがね、事件がありました。うーん、うんうん、なんかほぼ同じ場所でっていうのがちょっと不気味っすね。うん、しかもなんか、まあ、こじつけちゃうと申し訳ないですけど、うん、同じような感じしますよね、その怒られたくないみたいな、うんうん、なんか状況がね、うん、ちょっとストレスをグッときてるような状態っていうんですかね。うん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 、なんかその自ら消えた感は大きいなって話を聞いた限りでは、まあその消えた先で誘拐みたいな、そう、か、まあ、かくまうかどっかが分かんないですけど、なんか、うん、何かがあったんじゃないかなとも思っちゃいますし、でもその林の中でその女の子の方、うんうん、もう、まあ、一歩間違えたら亡くなってたかもしれないですもんね。4日後っすもんね。だってそうです、そうです。うん、これは目撃情報がやっぱりあって、調査する方向が絞れたっていうのと、辿ってったみたいな、偶然その林の入り口で、うん、あの子供の足跡がこうバーってついてるのを捜査探してる人が見つけて、見つけることができたんですよ。なるほど。いわきゆうじちゃんの場合はどっちに行ったのかもわからないので、なんですかね、結構捜索範囲も広くなっちゃって、うん、もう静岡の方ももちろん探してますし、うん、岡崎の方までかな、ビラ配りしたりっていうので、だし雨が降ってるからな。そうなんです、もう匂いは完全なくなっちゃいますからね。警察犬もねたくさん使って捜索したんですけれど、全く手がかりがないと。なるほど。はい、うん、これが事件の全容という。そうですね、うん、まあでもその幽霊の騒動は確かに占い師の、うん、まあ誰かそういうちょっとスピリチュアルな感じの人の発言が広まってっていう、うん、木村さんの感じもその雰囲気も相まって街の、うんうん、はちょっとあるかなとは思いました ね、 なかなかこう流されてしまうとね、うん、みんなが言うとそれが真実になってしまうみたいな。だってまあ、あの散歩先生はいろんな心霊スポットをも調査してたりするじゃないですか、はい、実際そんな噂ないのになっていう、そんな事件ないのになみたいなところだってね。そうですね、あると思うんすよ、多分調査しとるところによっては、うん、こういう噂あるけどそんな事件なかったよなみたいな。そうそう、で調べてみると実際ないみたいな、うんうんうん、結構ねそういうところいっぱいあるから、うんうん、まことしやかに伝わってるみたいな、うん、嘘か本とかみたいなね。だからもしかしたらそうっすね、なんか、うん、やっぱり池はまあね全然関係ないし、関係なくてみたいな、やっぱちゃんとこう事実がね何なのかっていうのを、まあ池の水を抜いたのは多分まあ正解だったんでしょうね。まあまあ落ち着かせるためは絶対あっただろうね。このまま水を抜かなかったらもうずっともうそこにいるはずだで固まっちゃいましたからね。なるほどね。そういう決めつけがまあ広がってっちゃったからっていうね。豊橋結構
なんか話に流されるみたいな、あの、まあ、あんま言いたくないですけど、ありますよね。信用金庫の事件とかあるじゃない、信用金庫でしたっけ、銀行でしたっけ、あるじゃないですか。あるっすね、というか信用金庫ね、トイレットペーパーなくなるってみたいなのも、あ、それは違うわ、それオイルショックですもんね、それじゃないわ、潰れるみたいな感じでしたっけ、その銀行の話、銀行の話、潰れるからって言ってみんなが預金を引き出してみたいな話ね、うん、本当に潰れそうになるっていう、そうそうそう、しかもなんか誰かが自殺したみたいなね、そんな噂もあったの、そういうのまで広まって、うん、その銀行の支店長だかなんかが自殺したみたいな、うんうん、それこそ本当はそんなことないのに、うん、みたいなのがすごい信憑性で広まっちゃって、はいはいはい、でもし本当なんじゃないかみたいな、潰れるのは、うん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 、ってなって確かめっちゃ広まっちゃったんですよね、なんか何億っていう金が引き出されたね、一気にね、そんな話あったもんね、まあでも似てるっちゃ似てるよね、その事実じゃないことがそうやって広まってっちゃったっていうのは、その事象は違うけどなんか大枠のなんか流れみたいなものはすごく似てるなって思うね、なるほどな、全然知らなかったっすか、その未解決事件、今日初めて知りました、こんなに詳しくは私も知らなかったっすね、まあ、しかもその同じような、まあ、一方は見つかってますけど、同じような事件があったなんてっていうね、しかもまあなんかもしかしたらそういうちっちゃい子の誘拐事件じゃない失踪事件って、本当になんか怒られたくない一心でみたいなの多いのかなともちょっと思っちゃいましたね、難しいですよね、だからといって怒らないわけにもいかないしっていうところは、ね、多分親としてはあるでしょうしね、怒られたことばっかしかないけど、同じことでも相当怒られたよ、ね、俺は、まあ今も未解決という事件なんで、はい、まあ、何か情報がね、ある方、まあ、ここに来てとかでも思わずになんかね、その一つの事件というか一つの証言から解決に導かれることもありますんでね、さっきの友の引っ越しの話だけどさ、あのその事件が起きた、あと、1週間1ヶ月ぐらいで、その付近で転出した人、引っ越しした人っていうのを、そんなにたくさんおらんと思うじゃん、確かにね、調べてそうっすね、しかもね、警察とかなんてね、ね、そうそう、確かに確かに、ものすごい人数捜査に関わってますからね、だったらもうどうなってってんのって感じですよね。でもだってそこで過ごすことは無理じゃないですか。無理だよね。ということはまあ例えば親族とかに、親族ってその例えば誘拐した人、県外から来て誘拐してったとか、まあでも分かんない、どうなんだろう。例えば豊橋市でも、ちょっと端と端とかだったら、分からんもんかもしれないですね、目撃者されても。そうね、それはそうだろうね、まあ、しかも静岡方面とか行っちゃったらもう分からんかもしれないし、分からないですね、そっち方面から来て連れ去ってったっていう可能性も確かにまああるかもしれないですね、ですね、疑い出したらきりないですね、ですよね、近くの人とかね全員疑われたでしょうしね、多分全員疑われてますね、これ、むしろ警察が疑ってなくても、ね、親を疑いそうですからね、一件一件、ああ、そうね、自分の足で、ね、もうなんならしらみつぶしにもう見せてください、家の中っていう感じにもなりますよね、命かかってるんでみたいな、本当そうだよね、その、はいはい、A さんの家、A のお母さんとか、まだいるんすかね、その家大気連くなって引っ越しちゃいそうな気がするけども、そのお母さんが引っ越したかどうかまではちょっと調べてないですけれども、ちょっとなんかやっぱ
ものすごいショックを受けて家に引きこもってしまってるっていうのは記事に書いてありましたね。まあまあまあそうなるわな、まあなんか A ちゃんのお母さんはお母さんで自分のこと責めるだろうし、まあその亡くなった本人のお母さんなんてもっと多分いなくなったね、いなくなった本人のお母さんなんて、ね、自分が迎えに行けっていうのもそうだし、なんかその責めるに責めれんし、もうどこに気持ちを持ってっていいのかが、本当そうだよね、難しいですね。いや三宝先生が、はい、来てくれたおかげで、まあ本当こういう詳細が知れましたね。ひょっとしたら何かの手がかりに、この放送がひょっとしたら何かの手がかりになる可能性が、ね、だしかも45ぐらいですよ。5ぐらいですもんね、その世代うち一番聞かれてるじゃないですか。一番聞かれてますね。あれ俺昔豊橋住んでたことあんなみたいな本人とか、じゃあなんか多分4歳って記憶残ってないと思うんですよね、その北側とかも、なんかそのあれなんか見たことあるなここみたいな写真とか出したら、あれこれ名前違うけど俺のことみたいなことになるかもしれないですからね。もう分かんないですよ、分かんないです、ですね、まあ、何かのきっかけになれば、なればいいなとは思いますけど、まあ、解決することを願ってですね、ですね、今日は三宝先生に、豊橋の未解決事件について詳しく解説してもらいました、はい、またあの廃墟団地しかり、なんか、心霊スポットしかり、来てほしい、また何かねお呼びしたいですね。そうですね、またなんかすごいこうすごい話がねできるように、もうなんかまあ言ったらブログの話結構書いてあるの全部結構ね詳しく調べて、すごい話なんで、ぜひぜひあの詳細欄に貼ってありますんで見に行ってみてもらえれば、ありがとうございます、楽しめると思いますね、今はだいたいこう更新頻度も高くなってるので、いいですね、ぜひ見ていただけたらと思います、ぜひ行ってもらいたい、なんか結構興味をそそるっすよね、もう出だしっていうか、なんだこれっていう、ワクワクするブログですよね、そうですね、ありがとうございますなので、はい、まあ、また何かあったら本当に来てください。あ、ぜひぜひ、あのお願いします、あの豊橋に住んでるので呼ばれたらすぐ来れます、はい、はい、ということで締めてもらえますか、後編なので、そうですね、はい、ああ、散歩先生に、散歩先生に、はい、ゲストさんはいつもゲストさんに締めてもらってるんで、確かに、まあでもこの話っていうのはちょっとあれかなっていうのがあるんで、あ、まあ確かに確かに、はい、あっちのやつですね、あっちのやつなんで、あっちのやつ、はい、あ、まあ、うん、そうですね、そうですね、はい、はい、なんであのお聞きの皆さんが、こういう事件に巻き込まれないことを、願っております。ありがとうございました。ありがとうございました。今日もいいお話でしたわ。次回も楽しみですわね。また後ほど。